私は現旦那とは再婚。10年前に前の夫とは DV が最大の原因で調停離婚した。今、中1の娘の親権も私出し DV で接見禁止になっているので、離婚後は他県に引っ越して関わらなくなった。5年前に今の旦那に出会って再婚したけど義兄嫁が、親の都合で父親との関係を断つのはひどい。関係を修復する努力をしろ。と、エセ人喧嘩のような発言をする。私と子供が、精神的にも身体的にも甚大な被害、暴力で入院したりを、受けてた度合いも知らず、理想論を口にしてた。先週末、義兄嫁が、勝手に、子供の戸籍から、父親の住所を割り出し接見したらしい。前夫は外面がいいので、都合よく、私の住所を義兄嫁から聞き出して。昨日、自宅に、金の無心でやってきて発覚。すぐに警察を呼んで追い返し、現旦那が転居先を探してくれている。義兄嫁は、自分が間に入って修復させてあげようと思ったと言ったらしい。夫婦で話して、今から弁護士さんに会って、義兄嫁に慰謝料と引っ越しなどの費用を賠償してもらう手続きに行ってくる。ようやく安定した娘が怯えて学校に行けないようになっている。絶対に許さない。